JR 東海 &16 支鉄乗り鉄旅、キップ JR 東海 &16 支鉄乗り鉄、旅キップは、東海旅客鉄道が2016年7月29日から発売している特別企画乗車券。JR 東海独自のフリーキップとして、青空フリーパス及び休日乗り放題キップを発売しているが、他社との連携は、 基本的に話されておらず青空フリーパスによる伊勢鉄道のみであった。2014年度から発売を始めた JR 東海16市鉄のり鉄旅切符はその方針を転換し、東海地区の地方市鉄第3セクターも含めた路線のフリー切符となっている。利用期間は1月7日から4月26日、5月7日から8月10日。 8月21日から12月27日のうちの連続する土休日の2日間で利用する週末の初日となる土曜日まで発売している。以下の路線で利用可能。ただし、伊勢鉄道に乗り入れている南紀を除き、別途料金が必要な列車については利用不可。JR 東海のフリーエリア内にある JR、全線切符売り場のある主要駅及び 東海管内の旅行会社で販売している。ただし、以下の窓口では販売していないので、最寄りの購入可能な JR 東海の有人駅までの運賃が別途必要となる。切符利用者向けのスマートフォン用アプリ、鉄旅アプリでは参加している鉄道会社の路線のスポットをめぐり、ポイントが獲得できる仕組みとなっている。獲得したポイントによって、 スマートフォンの壁紙やオリジナルのグッズがプレゼントされるが、このサービスは2019年3月31日で終了となった。パンフレット及びホームページでの記述にはないが、前原駅では改札外の緑の窓口では販売していない。ありがとうございます。